突然の復活でした。朝ドラ初出演がカムカムエヴリバディだという。日本屈指の美人女優の滝川由美さん、しかも潔役の俳優があの人で二度びっくり。気になったので彼女の半生や現在について調べていくうちに分かってきたのは、とんでもない波乱万丈な人生でした。滝川由美さん、本名は大内薫さん、1951年2月16日生まれの現在71歳、東京都杉並区のご出身で、身長160センチ、血液型O型。会社員の父と保険の外交員の母と兄の4人家族。お嬢様校の山脇学園中学から高等学校を経て、山脇学園短期大学へ進学した滝川さんは、そのエキゾチックな顔立ちから、てっきりハーフだと思ってましたが、両親とも、純、日本人なんだそうです。しかし、日本人離れした可愛さや、裕福だったことへの妬みから、いじめにも遭っていた滝川さん。ですから、若い頃は人見知りだったそうです。なのになぜ滝川さんは芸能界に入ったのでしょう。短大在学中にアルバイトをしていた時、その類稀な美貌の噂を聞きつけた鈴木紀文監督にヒロイン役でスカウトされたのがきっかけで、1974年映画「聖獣学園」で主演デビューします。巷の男たちはその圧倒的な美貌とヌードに魅せられ、秒でハートをわしづかみにされたものです。芸名はよくあるパターンで、役名の滝川麻耶から滝川運をもらうため、雑誌の懸賞の一等当選者の名前と同じ由美としたのだとか。以降は清純派で行こうとしたために、かたくなに脱ぐことを嫌って、撮影2日目の交番騒ぎもあったようですから、今でも彼女にとっては聖獣学園は伝説のヒット作でもあり、黒歴史でもあるようです。映画「助手サソリ」シリーズなど多数の映画に出演されましたが、1976年大河ドラマ「風と雲と虹」との出演をきっかけに、次第に活躍の場をテレビへと移していきます。そんな中、三船プロダクションへの移籍問題や過去のゴシップでメディアを騒がせたりと、かなり辛い時期もあった滝川さん。しかし、これで逆に人気に火がつくことに。1978年からは柳生一族の陰謀や俺たちは天使だなどの人気ドラマに出ましたが、なんといっても1979年の NHK 少年ドラマシリーズ七瀬再びのミステリアスなヒロイン役で、当時の青少年の視線とハートを釘付けにして大ブレイクのきっかけとなりました。総大生の人気投票第1位の女優でもあった滝川由美さん。意外にも歌手活動もされていて、80年代に CM ソングの酸っぱい経験や渡里哲也さんとのデュエットで巡り合い忍び合いをリリースし、ヒットさせています。またクイズ番組やトーク番組にも出演し、天然ボケの意外な一面が受けるなど、表舞台での華々しい活躍とは裏腹にプライベートは波乱万丈でした。現在は独身の滝川さんですが、昔一度結婚されていたのです。そのお相手とは担当マネージャーだった阿智和慎介さんという元俳優の男性だったのは有名。ウルトラセブンの曽我隊員役だった方で、俳優に見切りをつけた阿智和さんは引退して三船プロダクションに所属して担当したのが新人の滝川由美さんだったのです。後に三船プロダクションの内紛時には2人揃って田中プロモーションに移籍。ちょうどこの頃2人の不倫疑惑が持ち上がったのです。というのも当時の阿智和さんには妻子がいたのです。しかし今度は田中プロモーションで内紛が勃発。阿智和さんは滝川さんと俳優の劉来太さんと共にアクターズプロモーションを設立し、1年後に阿智和さんと滝川さんは結婚。その時阿智和慎介さんはアクターズプロモーションの副社長兼関連会社の社長となって
まさに公私にわたるパートナーとなったのです。4年後の1988年には長女の花子さんが誕生して幸せな家庭を築いていたはずなのに、結婚から13年後の1997年に離婚。当時8歳だった花子さんの親権は滝川さんに渡り、その後は一人で子供を育てた滝川さん。一方、秋葉さんは20歳年下の一般の女性と結婚。お察しの通り、離婚の原因は夫の不倫が原因だったそうです。人気女優のプライドをめちゃくちゃにされた。にもかかわらず、離婚後も事務所に残った滝川さん。花子さんのことを考えてのことだったのでしょうか。しかし、負の連鎖は止まりません。なんと、2007年に秋葉さんが亡くなってしまいます。しかも、自ら命を絶ってしまうのです。その原因を調べてみると、その3年前に脳梗塞で入院していたという秋葉さん。その後も高血圧などにより、体力と気力の低下を訴えていたことや、秋葉さん亡き後、会社は破産申請をしていて、経営が思わしくなかったことも、原因だったのかもしれません。失意の中、秋葉さんは鹿児島県の名所の、犬飼の滝に飛び込んだのではないでしょうか。その1週間前に、花子さんに父から電話があったそうですが、出なかったと、後に悔やんでいる花子さん。そんな悲しみを乗り越えて、娘の花子さんは母と父の後を追うように、芸能界に入ることとなります。14歳の時には、10社以上に履歴書を送ったものの、全滅するというまさかの事態に、最初は猛反対した滝川さんですが、娘の願いを叶えるために、知り合いの芸能事務所に預けることに。すると、15歳で CM 出演をすると、2005年には写真集を発売し、翌年、映画初主演するだけでなく、バラエティでもそのセレブぶりと、呆れるくらいの天然ぶりで人気に。その類まれな母譲りのルックスで、往年の滝川ファンからも注目を集めました。しかし、これからという2011年に突如、女優の仁科明子さんの息子で俳優の仁科正樹さんと結婚するも、翌年にスピード離婚。後に、その離婚理由が明らかとなって、世間の注目を集めることになります。その離婚理由とは、なんと、夫のキャバクラ通いだったという。そんな、しくじり先生が花子さん。離婚後は、その話のオファーしか来なくなって、断り続けて仕事が激減し、過食症にもなって、もう芸能界を辞めようとした時に、母に諭されて一念発起。時給で、不動産事務のアルバイトをしながら、芸能活動を掛け持ちしているそうです。今になって、自分の世間知らずを痛感したそうです。芸名を、滝川花子から花子に改名し、母親から自立する決意もしています。最近では、ドラマへ単発で出演したり、舞台にキャスティングされるようになっています。2019年には、徹子の部屋へ、母とバツイチ親子として出演し、反省しきりだったという娘の花子さん。心配事の絶えない滝川さんですが、自身にも、新たな心配事があったのだと言います。それは病気の予兆。見た目と違って、酒豪で愛煙家の彼女。その量は、1日2杯1本に40本ものタバコで、その結果、数年前にある番組に出演した時に、多数の隠れ脳梗塞が発見されて、少しはセーブするようになったそうです。もう一つは斜視だと言います。確かに、若い頃よりも加齢によって、進んでいる気はしますが、逆に、若い頃から、それが色気となって、いい意味で特徴ともなっているので、生活に支障がない限り、そのままでいいのではと思ってしまいます。滝川由美さん。2022年は、久々に舞台に出演したり、朝ドラ、カムカムエブリバディで晩年の幸恵役で、サプライズ出演されていますが、その夫の勇役の俳優が、なんと目黒祐樹さん。
目黒さんの兄は大俳優の子、松方弘樹さん。なので、花子さんの元夫の叔父にあたります。不思議な縁を感じますね。今回のカムカムエブリバディも、一視聴者として見ていた滝川さんは、やっぱり人間にはいろんな愛があるんだなと思いました。と、感慨深げだったそうです。母子ともに男運が悪く離婚した滝川さんと花子さん。世間はそう言ってますが、今も前向きに生きている姿を見ると、なんだかドラマを見ているような気がしました。滝川由美さん、そして花子さん。これからもご活躍を陰ながら応援しています。それではまた次回お会いしましょう。